どうも、桂ジャッキでございます。今年もやってまいりました彦八祭りでございますけどもね、皆さん、上方落語の始まりはご存知でしょうか。米沢彦八という方がこの生玉神社で落語したのが始まりとされております。さあ、その米沢彦八を扱った小説を書かれた方いらっしゃいます。ご紹介いたします。木下雅樹さんです。どうも、よろしくお願いします。木下と言います。西日がきついですけどもね急に暑くなってきました。はい、こういうご本を書かれたんですね。はい、そうです。天下一の軽口男という、はい、米沢彦八を主人公にしたんですね。なんでまた米沢彦八さんをテーマに書こうと思われたんですか。はい、まあちょっといろいろ大阪の歴史に興味がありまして、はい、その中でこう米沢彦八という男がいます。で、まあ彼が上方落語の祖って言われて、おモノマネ芸とかをしてね、すごい面白い芸をしたっていうのを聞いたので、はい、まあ、ぜひちょっと大阪魂のある人物だなとは思ったので、はい、ぜひ書いてみたいなと。あ、それで、これを書かれたわけでございますね。で、今回のこの彦八祭りなんですけれども、この米沢彦八のことを教えますという、はい、コーナーをですね、ステージでやらせていただきます。3日土曜日が1時半から、そして4日日曜日は2時半からでございますね。2人で、いろいろ彦八祭り、彦八さんのことを勉強していきたいと思います。そしてこの販売会もあるんですよね。はい、お茶席が終わった後、そのブースで、この本の販売もさせていただきたいと思います。それでは皆様、9月3日4日、彦八祭りお待ちしております。よろしくお願いします。